はい、とダーククロニクル実況プレイパート41やっていきたいと思います。前回宿敵のねグリフォン大帝と、戦ったんですけれども、まあ倒すことができたのかなと思ったら、彼の騙し討ちに遭いまして、ユリスやモニカのねアトラミリア2つが奪われてしまいました。でグリフォンが持っていた3つ目のアトラミリアと、2つのアトラミリアの力が融合してね、まあ、異形の怪物に姿を変えたグリフォンがなんかとんでもないことをしでかそうとしているみたいです。よし行こう。まず脱出だ。またこっち視点の現代はちょっとおかしくない。ユリス以外は未来人なわけだから。おっと、まずい。一度この城を離れよう。鉄に火ついてる。作戦を立て直しましょう。撤収撤収。あれはコンダさんたち。お、おいおい、何をすると言うんだ。稼ごうというのか。頑張ってる頑張ってる。よしよし、ここは遺跡みたいね。エイナさんに誘導されたんだ。この場所に降りろって。でも持ってんな。大変なことになったわ。信じられないことだけど、グリフォンがあなたたちの時代に現れてしまった。このままではその時代ごとグリフォンに消されてしまうかもしれない。まずい。どうしたらいいの？グリフォンを止めるには
私たちの要塞パズノスでグリフォンの城に対抗するしかない。でもパズノスをこの時代に運ぶなんて。方法はあるわ。え、今あなたたちのいるカザロフストーンヘンジは時空潮流の中心に当たる場所。その場所にクロノユニオンを作り出すの。クロノユニオン、時間と空間が重なった共有時空よ。あなたたちの時代とこの時代の両方が重なったエリアを作り出すの。そうすればパズノスを包むこの空間ごとその時代に現れる。そんなことができるの？これは古代文明が生み出したシステムなのです。ルナケンが古代の壁画を解読してくれました。あの詳細の洞窟にね、あったやつだね。時間がありません、急ぎましょう。そのカザロフには4つの石碑が立っていますね。はい、うん。石碑にはそれぞれに穴が開いています。それはラピスと呼ばれる光の宝珠をはめるための穴です。4箇所それぞれにラピスをはめればクロノユニオンが起動される仕組みになっているのです。でもそのラピスはどこにあるの？4つのラピスはあなたたちの世界のどこかに隠されています。森や谷や海、そして山。あなたが今までに立ち寄ったいろいろな場所を調べてみて、うん、きっとどこかにあるはずです。そしてそのラピスの隠されたエリアに入るための鍵がそのストーンヘンジの中央に隠されています。はい、なるほど。これ？これ一歩間違えたら足挟まれるぞ。星の鍵。モニカが手に入れたってやってるの珍しくない？見つけたようですね。その鍵で開けられる扉の先にきっとラピスはあります。わかった、はい、探しに行ってくるよ。よし、グリフォンが今も破壊を繰り返してる。急いでユリス。 OK。 これからはこのイクシオンの時空転送装置を使ってこの時代そして未来好きな場所にジャンプできるぞ。はい。アトラミリアを奪われた以上このイクシオンを利用するしか方法はないだね。さらにリモートでこの転送装置を動かすこともできるんだ。お、タイムゲートがある場所なら今までのようにそこから直接未来へ行くこともできる。うまく使ってくれ。へえ、うん、すごいんだね。じゃ最初はどこから行くんだ？そういえば、いろんなところで星の印を見たよね。もしかして、あれがラピスのありかじゃないのかな。うん、きっとそれだよ。行こう。よし、はい、というわけで、この第6章ではこれまで冒険してきたエリアをめぐって、まだ入ることができなかった、星の印でね、道が閉ざされていたエリアを探索してみるということになるみたい。とりあえず、色だけ食べか。というわけで、まあ一つずついきましょう。じゃあまずはシャーロットから。
ここで育てようとしたところでこんなに意味もないんだけど、ほぼほぼ完成状態なんだよな。あ、一応ヒーリックハンマーにしておこうか。お、ダイダルスあるわ。うん、ことはないんだけど。弱いなー、さすがにね、時期的な問題がね。あ、なめんなよ。うん、少ねえ。あ、クリスタルはありがたい。あとはノコギリを手に入れないと。もうプラス7だもんな。鍵持ってるといねえな。進んだらね、武器のレベル上げとかもそんな一生懸命やんなくてよくなると思うんだよね。あ、こいつだ。オッケー、ノコギリゲット。これで先へ進める。よし。はい、では行きましょう。大地に眠る宝珠。配り付きレンチ装備でレンチ自体の攻撃力も上げたいな。危なっ。あとね、痛い。キビハンちょっと外ためか。おお、さすがに多いね。で、とっととキビハンレベル5まで上げて混ぜよう。
やれ、ややこしい、ややこしい。見てみてね。寄ってこいや。後ろにもいるからな。オールネス。これ回復系しかいってらんねえな。それと後でやろう。レベル2。入るんだもんな、普通に。攻撃力激しい。すぐプラス5になるな。はえはえ、目も見えか。いた、やべ、こっちに経験値入っちゃった。いっか。そしてこれもね、もうちょっとレベル上げないといけないんでね。メカ、あ、なんか違うのもいる。おいっと、攻撃力高いっす。これ、これいらねえな。これよし、オッケーオッケー。はい、攻撃力普通に高えな。忙しい忙しい。投げんな。1体ぐらい倒しなきゃダメか。
こっち？あ、いた。エタゲット。はい、ここでフロアボック、ここいいなぐね。いや、ミミックもなしかよ。意味のない意味のない隠しフロアでしたね。オッケー。戻るんじゃん。意外とやれます。あ、とりあえずキュービックハンマープラス5になったので、ちょっと強化しようか。インソフト用なので、攻撃力の67でしょ、兵器50で天才の65、あと21だから見失ったか。これだ。なんか手放さないと。あ、この日いらんな。というわけで7。できない。5ポイント余ったけど、なんかちょっと伸ばすのあったかな。いや、まあでもこんなもんだよな。じゃあこれもスペクトルか、混ぜます。よし、倒れパスト。あとは指定の敵を倒せば、次の形態にね、進化できるので、それやっていこう。でも当面はこの辺の条件を満たしていかないといかんので、うん、これからだな。うん、アラアラとかシルフだったら、なんかこの森探索してればいずれ会えそう。それまでにもうちょっと武器のレベルを上げないと。どっちにする？なるほど。ああ、ナイス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 。クリスタルはいくらあっても困らない。普通に攻撃力高いんだよな。殴って変わる。森の雫ってなんだっけ。
おお、一番奥にも敵いってるじゃねえか。よし、だ。よし。これ全部倒したところで何もメリットないんだけども、経験値になるんだよ。ほら。よし。5だ。結構遠そうだな。ちょっと今回はストーリー攻略重視で、スピードなしでお考えいきます。という感じでね、パワーアップしたというか、あの前回通ることのできなかった新エリアね、また次回引き続き探索していきます。まあそうね、全滅とかにはこだわらず、まあとりあえず武器、今使ってる武器を最低でもプラス5まで上昇させていくっていうのと、あとはまずその撃破条件というか、その次の武器に発生するために必要な条件が、まあ特定のね、あのモンスターを倒すことになっているのでね、それをまず達成するために、まあ最低限の戦闘でね、先に進んでいけるようにやっていこうかなと思います。はい、じゃあそんな感じで、ダーククロニクル実況プレイパート41、最後までご視聴いただきありがとうございました。次の動画で待ちしております。それでは皆さん、また見てるなー。